ました。さすがはどうぞ。評判通りです。解体作業を行う無人重機には性能は上がられません。破砕アームに巻き込まれたら終わりです。気をつけて。グリッドの床材にも使われる鋼板が装甲を重ねています。どこかに弱点があるはず。それを探しましょう。やるね。聞いていた以上だ。だが、クリーナーが笑えるのはこれからさ。AP 残り 50%。 私たちは不幸な出会いだった。あんたとは仲良くした方が賢明みたいだね。上層に行くんだろう。案内しようじゃないか。この灰かぶりのカーラがね。